2つ目の準優勝戦11レースを勝ちました1号艇吉川元博選手です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。勝った選手にはコロコロワッフルプレゼントしております。はい、はい、ここはきっちりと人気に応えてくれました。ではレース振り返っていきたいと思います。はい、進入は前提スローの枠なりということになりました。吉川選手はインコースからです。はい、風はどうでしたか。展示よりだいぶ収まってたような感じは、はい、ありましたね。はい、スタートはどんな感じでいけました。まあ、風がね、止んでたんであんまり早く仕掛けれないなと思ってちょっと慎重にはなりました。はい、ちょっとね、あのレース前は起こしが気になるなというお話も出てたんですが、その辺はどうでしたか。大丈夫でしたね。はい、はい、スタートしていく時のこの行き足スリットの後っていうのはどうですか。起こしがしっかりついてくればその先の足はまあまあ普通にはいってますね。そうですか。はい、ターン周りに関してはどんな評価なんでしょうか。いいとは言えないですけどしっかりグリップしているので、はい、レースはしやすいです。はい、まあ、じゃあこの19号機結構いいところまで調整は持ってこられているのかなという感じなんでしょうか。まあ、エンジンの割には動いているのかなと思ってます。はい、優勝戦に向けては調整面どうでしょう。まあ、いろいろ上積みがこれ以上ちょっと見込めないので、まあ、少しでも、はい、と思って調整します。はい、はい、地元ですからね、本当にたくさんのファンの方が応援してくださると思います。最後もう一言、はい、ファンの皆様にお願いします。はい、精一杯頑張ります。ご声援よろしくお願いします。吉川選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。